どうも皆さんいらっしゃい。しゃいしゃい。居酒屋 ABC の A と B と C です。バイオハザード RE2 続きやっていきたいと思います。よっしゃっす。はい、乾杯。前回はリッカーの、ダブルコンボをやっつけて、分電版というか、まあ変電。うるせえな。美味しいか。美味しい。変電装置で電源つけたところまでですね。はい。はい。ベー君がやっていきます。ベー君、はい、やっていきましょう。弾節約してね。ね、操作からですね。なんとなくわかりました。今回はタコハイと芋。あ、黒切り EX ですね。エピソラね。うん、あれ大きさとこだね。そうだよ。そこの左側開いたみたいな感じなの。そうだそうだ、開いたんだよ。ここ暗いねー。なんか、ちょっと待って、見して。その、低温実験室か。うん。ああ、はい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 。さっきあのメモでさ、あ、抽出して冷やせて。そうそう、抽出の方が先だから、ここ後でいいかもね。抽出ってどこですか？ん？ほら、あの、なんだっけ。トロフィーの。ああ、まあどっちからでもいけるけど、そうだね、そっちからだと戻るか。うん。左、うん、大丈夫大丈夫、C君じゃないから。あ、本当大丈夫？知らないくせに。全然 C 君じゃない。違うよ、ここじゃないよ。向こうから行けばよかったね。いや全然いい全然いい、待ってる待ってる。こっちの方が早い。こっちの方が早いんだ。うん。ここどこ？勝手にやってるぞ。本当に覚えないんだから。本当にね。誰が今楽しそう。シー君だよ。結構すごい。そうだよね。で、トロフィー見て、ルート見て、あった。こっち？そうだね、下にバーがあるから。下に、あ、本当だ。テトリス長い棒を、んー、あかんねえ長い棒ね。あかんねえ長い棒。テトリス長い棒を、あかんねえでかい棒ね。でかい棒。よし。でっかい棒。でかい棒？まずい棒。まずい棒懐かしい。船越英一郎のやつは。船越英一郎分かれたよね。電源ついたからつうか、あの、ここね、ここね、そうそうそう、ロック開いたから。お、ここで抽出しましょうと。はい、異例の現在、マニュアルモードです。カートリッジに合うように液量を調整してください。調整してね。おい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 、入れすぎだよ。はこがれなのね。はい、やるね。足らないと。ふざけんなよ。あれ？お、いいんじゃない？なんで逆に。あーピコー、早い、頭いいね。シー君多分3倍ぐらいかかったよ。3倍で済むか。あれっすよ。いいね、入ったよ。入った。よしよしよし。で、こいつをあれだね、冷やすんだね。そうだね、だからうん、この左だね。
いいね、スムーズだよ。スム。スム。略しすぎる。スムじゃん。何もなあるよね、絶対ね。何もあるね、多分。でも何もないね。何もないね。何にアイテムはないのかな。うん、低温実験室だと。おい、やってんね。オールでオールで。あれで、あ、やべえ、もう、あ、でももう一個ある。リー研究員、メッセージが5件あります。溜まってんだよ。うわ、休憩室ですかね。来るよ、来るよ、来るよ、来るよ。忙しい。死んだ？まだ。あ、あ、大丈夫、もう一歩ある。終わったね。いいぞ。エリー研究員の宛てのメールだね。はい。メッセージ。アウトロックだね、これ。アウトロックだね、多分ね。リク・メンドゥーサ。何をやるかした？懸命に何をやるかした。やる？やめな。やんねえな。カートライドやらやろ。えらい剣幕だったぞ。ほどほどにしとけよ。あれでも上司だ、一応な。ところで俺の可愛い二重螺旋ちゃんを知らないか。あの子は俺の秘密を知りに敷いてるんだ。見かけたら教えてくれ。トロフィーのことね。そうだね、うん、あ、これが上司だね。随分忙しそうだね。私とのミーティングをすっぱかすとは、温室の視察には君は来なくてよろしい。代わりに簡単な仕事はあげよう。来年ん再来年の予算案を求めといてくれ。今夜中に。嫌な上司だね。嫌だね。しかも再来年だからね。襲撃だ。もう死人が出た。このイーストリアは孤立している。あ、さっきのあの、嫌な上司って言ってですか、うん。こちら側から連絡橋を再稼働させるためには、俺たちのリストタグじゃダメだ。クソ、カートライトのアホはどこに隠れているんだ。カートライト。ああ。プラント43、あ、返事をくれ。あの、プラント43が暴走している。音質は地獄だ。最悪なら俺たちの中、の誰かがあの場所に突っ込んでいかなきゃならないことだ。ウェイン、担当のお前なら暴走を食い止める方法も知ってるだろ。頼む、返事をくれ。チアリーダーの数字を覚えてるか。いい女だったよな。お前も俺も夢中だった。もっとも彼女はオタクには目もくれなかったけど、お前に借りたコミックとゲーム返さなきゃ。全部後回しだ。黄色いドレスが俺を待っている。黄色いドレス、防護服だね。最近とかの時とかさ、いるじゃん。はいはいはい、突っ込んでったってことかな。そうだね、これ来たんだね。あ、来て行ってくれ。雑だな。ビグビグ、もう来てくれ。俺は来ない、そのまま行く。本当だ、寒そう。氷漬けにされちまう。いいんじゃないですか、としても、うん、ずっと氷凍ってるよ。そうだね、うん、あった。待って、 A 君の言うこと信じたら危ねえんだよ。前もあったでしょ。前もあったよね。そういうこと たまにするからね。ねえ、そんなアホじゃないですよ、こちらも。信用がね。どっちだ。死んでるね。たまには信用してくれたっていいじゃん。俺は信用してたけど。いやだな、絶対に嘘だ。うん。うん。冷却神経数実行中。実行中とかやめてよ。すげえ急速冷凍じゃん。おお、なんか青くなった。すごい。これすぐ溶けちゃうじゃん。ね、確かに。ほい、もっちゃん、もっちゃん、いいね。ちなみに、あの部屋の中のアイテムとか大丈夫？あるね。あ、後ろにある。ガンポ？ガンポ。いいね。2階か。後ろ。2階か。寒いか。階に何かがありそうですよ。こういうね、キーアイテム持ってるときはね、ありそうだよね。もうフラグだもんね、逆に。うん。
早く行かなきゃって焦ってる時にね。こっちだっけ？こちらでも。あれ？どこに出るんだっけ、これ。これあそこか。セーフルームなんでね。こっちか、こっち、こっち、あっちで。うん。こっち、こっち。こっち、あっち、こっちです。ああ。ああ。なんか、植物。ルーツ？あ、でも海洋保持権あった。それ知らない？あのちょっとダメだよ。はい、怒り出して、はい、はい、ちんちんどういうことか、玉袋だったよ。片方しかやらない、片方しかやらない。あー、早い早い、早い、いなくなって、いなくなったね。いたぜいたぜ。酒こぼしちゃって。ちょっと戻ってくるね。倒しちゃった。あー、危ねえ。はい、失敗。いいんじゃない。なんかこんなんだったっけ。ちょっとなんかキモいよね。なんかキモい。アスベストじゃない。取りこぼしたものはない。もう大丈夫。あれ、なんかあんの？なんかあんの？あ、でもリスタックか。あ、そこは。はい、ブレーキサンプし、垂らして、カークライトの中がブチョってなってるやつ。あれがそうか。カークライト。あー、なるほど。上級職員のタグ持ってたから。シャコっつって。薬液を散布します。あ、これ出た。いいよ、いいよ、いいよ。あ、いいよ、いいよ。いいねー。はい、ゲッチュー。これでよし。うん。これでよし。ゲットくん、規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。ね、この操作はログに保存され、あなたは状態処分される可能性があります。ウェルカムですよ。普通の人がいる。普通の人？本当だ、普通の人だ。うわ、来たぞ。なんか来たぞ、ダンダンダン。おい、うわー、プレデープレデー。ちょっと待って、どうしよう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 。ナイス、おい、おい、左フックえぐい、えぐいね。左フック、いっぱい解放されてるじゃん。走れ走れ。電池切るのか。あの薬液はこの人たちは効かないのか。ねえ。で、どうしたらいいの。で、どうしたらいいの。あっちか、ウエストに行けばいい。あ、そうだね。ちなみに、そこ、あ、左、左、左、正面、そこの、それ見て。アクセスには、上級職員権限が。あ、三角。そう、それと組み合わせて必要。さあ読める。おお。カートライト宛てのメール。バイロン。ウィリアム・バーキン。首謀者のことかな。重要、セキュリティ強化の実施。ネストはいつから産業スパイの巣になった。先月は3人、今月は4人だ。分かってるだけでセキュリティを強化しろ。ん？セキュリティを強化しろ、カートライト。君は前任者のようになりたくないだろ。なんか前任者に何かあったっていう感じ？ねえ。それから本日よりウェストレイの立ち入りを制限する。本社から G に関する情報開示要請を受けても無視しろ。どうせ奴らには何もできない。 G ゴキブリかな。ジョージジョージって言い始めるよ。
自動接種メール、警告不正の操作が実行されました。イーストリアに権限落ちない職員による骨子材の散布が実行されました。自分俺らのことはね、うん、ウェイン・リー、はい、じゃあさっきのウェイン・リーだったってことかな。そうです。なんもないね。ウェイン・リー昔の曲。そうだね、これはセーフティーでしょ。うん、ビビったね。いやビビったビビった。タイラントにメモを合わせていたら、なんであいつさいい時にばっかり確かに。え、どっち、植物の方。うん、あのマントの、あーね、あのマグナムやめてショットガンにするよ。どうぞ。マグラムの弾がしまっちゃえば、うん、これか、うん、ちょっと触って、ようやく向こう、あ、そっち、そっちか、うん、ようやくですね。あ、で、何パネル手に入れたから休憩室のあのロック開けられるんだよね。休憩室？あっちの？そう。戻るかじゃあ。うん。取っちゃってもいいかも。こっちだよ。そう。モンスエリア。下なの？ね。なんか回ってんね。ね。どれですか？あれです。あれです。どこだっけ？左の方。あ、そうだね。もう一回。開けーの。あ、暗い。はーい。左手じゃないかな？これ倒したっけ？うん、全部倒したと思う。で、これ一番。うん。ねえ、あ、そっちじゃないよ。え？左。あ、ウェイ。あ、これか。お。MUF。MUF だね。エラー。これ調べて。MUF にすると。そう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 。結構ね難しいよね。何これ絶対合わないじゃん。え、そう、上と下で合わせるんだよ。一本しか動かない。うん。と、あの、そう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 。あ、あ、いいね。戻って。戻って。しょこっつって電気ついたね。あー出てきちゃった。嘘だろナイフなくなったのか。オッケーオッケー、とりあえず。お、何、あ、ポケットじゃん。ポケット、ポケット、サイドバック。増える、マックス増えたね。あ、これマックスなんだ。お、なんかあるよ。ウェインリーだ。これウェインリーだったの？ウェインリー。いやいや、脱衣の海だ。どこもかしくも何かが起きている。わからない。みんな死んだ死んだ。ウッターズの黒ずくめ。あ、コナン、あれは USS だ。本社 ご自慢の保安部隊。どうして彼らは俺たちを守ってくれるはずの白い白い農農法農法っていうのはあれ、濃縮わかんねえな、が真っ赤な血だまりを泳いでる。嘘だ。いやだ、僕は嫌だ。みんな僕を天才だって言ってた。こんなとこで死ぬはずがない。僕は誰も賢い。成績はいつも一番だった。いつか見返してやれた。あいつらを見返すんだ。ノーベル賞を取るんだ。僕はヒーローだ。僕は天才ですよ、神様。僕は死んじゃない。僕は死んだね。え、この今出てきた人、そう、こいつの手記だったね。ウェイン・リー。ウェイン・リー、ウェイン・リーだったのか。うん、こいつのあの、なんだっけ、リストカード取ったからね。取った、うん。
だよね。あんなとこに隠れても死んじゃうんだね。ねえ。噛まれたんかな。どうしよっか、ゾンビの世界になっちゃったら。ねえ。ゾンビの世界になったら一番最初にどこに向かう？どこだろう。とりあえずいいや。ゾンビの世界なんだろう。俺とりあえず交番。とりあえず死ぬ。これね、農家だね。農家。武器がたくさんあるからさ。ああ、なるほどね。長手のものがいっぱいでしょ。ゾンビで狙ってる。でもあれだよ。交番だったらショットがあるから。あのね、難しいのよ。取れない。G ウイルスはこの先か。難しい。ショットガン撃ったことないでしょ。ああ、まあ確かにね。アメリカであるからさ。へえ。衝撃すごかった。肩外れるよ、これ。アメリカ人にそのまま突っ込んだもんね。へえ。日本語で。これ肩痛えよ、つって。だよね、って思った。うん？は？お前何言ってんの？あ、レンタルビデオテープ。お。VHS。VHS 懐かしいね。この手榴弾いいね、いいね。お、なんかすごいの通ったるな。ね、通ったるな。ぐしゃってなってるね。あ、そうやって開けたのか、特殊部隊が開けたのか、モンスターが開けたのか。嫌です、嫌です。僕もです。 あれ、あ、もう一個あるよ。 OSS調べる。分かってた。えらー。分かった分かった。怒んなって。調べる。なんだっけ ？OSS。OSS。おお。おお、いいね。オッケー。何？電源つくんだ。デンデンスって。ネットフリックスだよ。サンクチュアリの話してっから。あ、もうこれなくなったから預けまーす。預けよー。頭がないね。ガーモガンパウダーなんか使う。いや、ハンドガンいるっしょ。まあいっか、まあいっか、ちょっと預けとこうね。お、なんかあれ、あ、VHS だね。え、見ちゃう、見ちゃおう、見ちゃおうよ。どんなエッチーのが見れるか。お願いします。お、あ、なんかやってる。白衣物。白衣物って言う。普通ダース物とか言うけどさ、白衣物って言わないよね。間違えた。なかなかないよ、白衣物って。マーキー博士、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ。おお、容赦なく撃つじゃん。死んでない。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。やっちゃった。ダメンス、何だっつって、バリッつって。突入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収した。これが黒机のやつだね。撤収だ。撤収。今のGウイルスのスーツケースが、まあ、ブリーフケースの中に入ってたんだね。あ、ウィリアム・バーキンへの当てろとネイル。G の研究中心について、我々アンブレラは地下研究所ネストにおける G 研究開発の中止を決定した。今後をもって、今期をもって G 研究開発費は打ち切られ、ウィリアム・バーキン所長は解任されます。クビなんだ。ああ、連絡をありがとう、バーキン博士。君の進化する生物兵器には上の連中も興味を持っている。研究費の件は安心してくれていい。うちの会社は合衆国で一番の金持ちだからね。 BE 誰だ誰だ。
リヒャルト・ケスラー言いづらいの。おめでとう、聞いたよ。自由が実用段階、実用段階は寸前だそうだな。不思議なのは、君がなぜそれを我々アンブレラ本社研究室に伝えなかったのかってことだ。おう、まあいい。さて、そろそろ研究データを渡してくれないか。大丈夫、君の自由は私が必ず完成させてやる。あー、奪い取ろうとしてたんだね。だね。あなたにはアンブレラに対する重大な背信行為の疑いが持たれています。あなたが社の財産である G を私物化し、秘密裏に合衆国軍部と接触していたことは明らかです。24時間以内に査問委員会の招集に応じてください。それで逃げようとしてたのか。そういうことね。あー、 G を持って、あーほーねー、アンティロリン、なんかある、なんかあらな、なんかああいう顕微鏡懐かしいな。学生の時触ったよね。触ったっけ。触んない。あ、待った、アイテム見て、アイテム、ビデオテープいらんのじゃん。捨てる、捨てるか、アイテムボックス入れるか。はい、え、次どこ行く？この前じゃない？このまっすぐじゃない？何もない。あー、なんかある。あー、いいね。なんかすごいね、これ。へぇ、そう、超リアルだよね。え、なんかこのあのバイオハザード1で見たよ。あー、あのレーザー出てくるやつ。そう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 。あ、わかるわかる。黒人のリーダーがシャキーンってなっちゃう。あのみじん切りになるでしょ。そう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 。え、大丈夫かこれ。ブルーライトか。うん。え、これない、大丈夫、これない。クリームルーム、ないよない。ここがクリームルームなんだよね。あ、そっか、そうだね、消毒とかね。そうそうそう。うわ、ここ広っ。なんなんかこうか、謎の空間があり、なんて書いてある、生体培養層。ああ、え、いないよ。あーやいやいや、あーやいや、おおおおおお、なんかこれスピーカードンキのスピーカーに似てるけど。P4 レベル4レベル研究所検出。何それ、呼ぼう。あ、ああ、ここで、その、ゾンビ系、あ、これは目じゃん、あの、おお、肩についてた。すごいね。あ、何？無防備だな。何？よし、エイダルと。G ウイルスなんじゃない今のが。抗体化。レベル4のウイルスの不正な持ち出しを。あ、研究記録。施設を封鎖を開始します、ね。大丈夫かなこれ。完了後、自己破壊行動を実行します。大丈夫かな、そうでしょ。飲んで、読んでていいの、ねえ。生体における、生体における肺の成長、成長過程観察。被験体449。G 肺が被験体に着床後、被験体の胸部から腹部に50センチにわたり切開、目視での観察を開始した、医療チームの協力のもと、被験体の意識レベルは常にゼロ、意識、生命1んから1マイナス2を、保持。全然何言ってるか分かんねえな。被験体の意識レベルが低下した時点でこれ以上の観察は無意味と判断、被験体を処分。今度は501、繁殖速度観察。501に G ウイルスを投与、 G 生物化した、501を30名の被験体群に引き合わせてみる。2時間36分後、1名を除く全ての被験体に肺を付けたことを確認、全被験体を処分。1名は実験中に精神の均衡を失い自殺。 T ウイルス耐性実験、T ウイルスの微弱な耐性を示した被験体に628に G ウイルスを投与。 T ウイルスがあの館の時のやつだったよね、前回。そうだね、うん、
機械進行の後は639、に引き合わせている628は抵抗する素振りを見せたものを24分後に肺の植え付けに完了。 T ウイルスへの耐性を G ウイルスにもたらす知能低下を防ぐことはできないと思われる。意味が分からないね。たまた、頑張る、ダイ。いいね。あ、セーブしとくか。まだなんかあるんじゃない、そっち側に。あ、パーバー強化解約。はい、はい、とりあえず今回はここまでかな。はい、タイラントびっくりしたね。いやびっくりしたよあれはね。でとりあえずあの G ウイルス手に入れたから、はい、バッグいいね、なんかおしゃれだね。おしゃれな水槽ですよね。インスタ映えするね。はい、じゃあここまでご視聴ありがとうございます。またのご視聴お待ちしております。バイバーイ。